荒涼の章、復讐の時。終わりだ。どれだけ待ちわびたか、貴様を倒す気を。悪いが、僕も簡単には諦められない。奴の心臓を打ち砕き、忌まわしき十魔を滅ぼす。そのために戦ってきたのだから。先行した二人はどこに行ったんだ。報告がないのはおかしいな。王国軍の伏兵も考えにくいが。陛下、まずいことになったよ。この先に謎の魔導士どもが現れ、私たちを迎撃する構えを見せてる。謎の魔導士。まさかまた闇にうごめくものか。一体何の目的で。わからないが先を急ごう。戦いを望むならぶつかるしかない。敵中に二人を発見しました。どうやら二人は交戦中のようです。詳細は不明ですが、傭兵殿が攻撃を仕掛けている模様。まさかあいつが。やはり闇にうごめく者の仲間だったというわけか。まだ断定はできないぜ。別人が化けているかもしれないし、操られているのかも。確かにソロンはトマシュさんに化けてたりしたものね。本物は別の場所にいたりして。いずれにせよ、ディミトリを追って彼らのいる方向に進軍しなきゃならない。敵軍を打ち払い、可能ならあいつを捕らえて様子を見るってのは甘いかね。いや、仕方のない話だろう。もし誤って仲間を殺してしまうようなことがあれば、手痛いにも程がある。なら頼んだぞ、みんな、あいつを止めてくれ。僕のやるべきことは。貴様だけは見逃すわけにはいかない。やっちゃうよ。はいはい、任せといて。最善を尽くすんだ。ちょっとやってやるぞ。ここが腕の見せ所。任せてください。やってみせます。この手を試してみるか。よし、やっ、さあ僕の出番だ。僕にできない。よし、お手の筋肉に。やっちゃうよ。
はいはい、ま、あいつらのところに急げ。止めないとまずいぞ。作戦か。何が起こっておるのか知らんが、まあいい。この状況を利用してくれる。始末せよ。この魔導士連中を排除しなければどうやら進めないようだぞ。さあ、とっとと落としてしまいましょう。起き上がれ。ここを攻めるよ。よっ、今、やっちゃうよ。はっ、正気に戻ってくれ。どうすれば。死にてえのか。話は聞いてくれそうにないか。ひざまずけ。ここでは邪魔が入りすぎる。天意の魔法か。二人まとめてどこに行っちまったんだ。ここは任せ。厄介だな。やるぞ。彼らを追うものと最善を尽くすんだ。ちょっと緊張す。任せてください。やってみせます。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。やってやるぞ。ここが腕の見せ所ってね。この手を試してみるか。再びの定位に備えて各所に散る者とで別れたらどうだ。用などないというのに、なぜ邪魔をする。砦に入るには手前にいる者たちを撃たねばならないようだ。まだだよ。やっちゃうよ。残りの戦力も投入せよ。次から次へとしつこい者たちだ。
僕の出番だ。また移動しちゃった。よし、いっちょやってやんぞ。腕の筋肉に。この手を試してみるか。あやつはどう見ても、いや、そんなはずはあるまい。そんじゃここを攻めるとすっやっちゃうよ。出るよ。よっ。やるしかない。この機会だけは逃したくないんだ。これなら。リミトリとそれを追うエーラルバーサ殿が山中にいる模様。よし、二人が近くだ。この事態をさっさと収めて終わらないと。おや、これなら。せいや、まだ俺を追うか。随分と執念深いな。連邦国軍は何をしているのかしら。せっかくの捕らえる機会だというのに。やっ、そんな執念深さ。やっちゃうよ。僕も見習わねばならないのだ。よ、行きな。作戦開始といきますか。とくとご老じろってな。最善を尽くすんだ。ちょっと緊張。やってやるぞ。ここが腕の見せ。任せてください。やってみせます。この手を試してみるか。よし、やって。さあ、僕の出番だ。援護に回ろう。よし、腕の筋肉。ハッピー。これで。邪魔だし。まだだよ。効かない。ままなんて気に食わないわ。覚悟することね。俺の出番。やっちゃうよ。はっ、なんか。これ以上耐えるにも。このままじゃやられちゃうよ。僕が出番。作戦開始といきますか。とくとご老じろってな。最善を尽くすんだ。ちょっと早く止めないと。よし、
やってみせる。この程度。はっ、た、や、や、や、せい。は、た、へ、は、せい。や、レア。えい。や、た、や、は、負けられないんだ。どや。これなら。まだだよ。して後方へ送ろう。後で事情を聞かねばなるまい。助かったよ。急に攻撃されてどうしたものか困った。いや、無事でよかったよ。にしてもなんであんたが狙われたんだろうな。観念しな。我が手で始末をつける。逃がさない。とくとぜ。覚悟してくれよ。愚かな獣どもよ。解き上がれ。ひざまずけ。申し訳ありません。傭兵隊長殿に逃げられました。おいおい、早まずだ。何をする気かわからないが困ったぞ。私がよもや獣に遅れは足らた。一人で俺を撃つつもりとはな。命知らずが過ぎるぞ、エーデルガルト。あら、私に勝つつもり？時間を稼げばいいだけの私の方が幾分か有利だと思うけれど。そうか、ならば試してみるとしよう。熱いね、お二人さん。俺も混ぜてくれよ。だそうだけど、あなたはどうするの？これは、まさか。少しは目標に近づけたかな。
これだけやれば文句もねえだろ。ま、今は成長を喜んでおくか。前よりもうまくやれそうだぞ。使えるもんは使ってやるさ。死ぬほど努力してますから。本当に長い戦いだった。このままでは僕らの種が途絶えてしまう。僕は世界を取り戻さなければならない。奪われたものを奪われたままにはできない。だから僕が生まれた。ああ、だから君を作り出したんだよ。世界の循環、すなわち魂の再利用、かつての僕が求め続けた秘術だ。再利用する核で欠陥品を作り出すことは許されない。取り返しがつかないんだ。自分自身で引き継いで皆を救う成果を得なければいけなかった。僕という人格が起動したとき、僕には何もなかった。水の音、泡の音、巨大な何かが動き続ける音、それが永遠にも続くと思われたが、変化は突然に訪れた。何かが砕かれる音、流れ出る水、青白い影が僕を包み込む。けたたましい音が鳴り響く中、僕は必死に歩いた。光を求めて。あれは想定外の事故だった。全てが文字通り水泡に帰したかと。君という存在を作り上げておいたのが思わぬ形で役に立ったよ。僕が僕になる、それが僕の役目。そのための障害は全て排除しなければいけなかった。そうして世界を救済する。灰色の悪魔に宿るジューマを撃って。理解してくれたようだね。さあ、君たちの肉体を僕に返してほしい。君たちには本当に申し訳ないが、これは最初から決まっていたことなんだ。